スキ城は、現在の宮崎県小林市敷下田にあった平山城。別名を鶴丸城。伊藤四十八城の一つ。現在は城山公園。スキ城は、麓の日だ城、中間に位置する郝人城、山頂に本丸に該当する松尾城があり、スキ城の名はそれらの総称である。頂上の松尾城は周囲を断崖が囲み、 南西の一角のみが旧坂につながっている溶害の城である。現在は指標のみが立っている状態で、山頂には何もなくただの広場になっている。追記年数は不明であるが、南朝の延元四年に肝月金主家が月城に立てこもったとの記録がある。戦国時代に伊東市に属した菊池市の所屋であるメラ氏が代々上司を務めていた。元気三年の 木崎丸の戦いで上主であった米吉恵方が戦死すると、その弟のメラノリエが後を継ぐ。天正二年に一時的に島津市の城になり、すぐさま伊東市に取り返されたと言われているが、詳細は不明である。これは、当時好き城代であったメラ重直が島津市に起承文を提出したとの記録から、そうされている。天正四年八月十四日、メラノリエが、 島津市に寝返ってしまったことにより小林城ともども、島津市の城となった。その後は宮原慶主が、築地島及び城主に就任する。現長年の一国一条例により廃城。ありがとうございます。